マノロこと、マヌエル・サンチェス・デルガドは、スペインカセレス出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。スペイン代表であった。ポジションは FW。クラブ地元の CEP カセレーニョの下部組織で育ち、17歳の時にトップチームデビューした。1983年に CE、サバデルに移籍し、1985年に同じセグンダ。 ディビシオンの、レアル・ムルシアに移籍。1985から86シーズン終了後に、プリメーラディビシオン昇格を果たし、プリメーラディビシオン初挑戦となった1986から87、シーズンは36試合に出場して12得点して、トップリーグ残留に貢献した。1988年夏、アトレティコ・マドリードに移籍し、 パウロ・フットレと名コンビを組んだ。1991から92シーズンにはフットレのアシストから何度も得点し、27得点を挙げて得点王に輝いた。1990から91シーズンにはコパデルレーで優勝し、1991から92シーズンにはコパデルレーに連覇を果たしている。晩年は、CE、サバデルと CP メリバでプレーしたが、 ケ骨の深刻な怪我により、CEP メリダでは1試合にも出場していない。プリメーラディビシオンでは、通算97得点を挙げた。代表はトレティコマドリードに移籍して、すぐの1988年11月16日、1990FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のアイルランド共和国戦で、スペイン代表デビューし、この試合で、初得点も挙げた。 同予選では、敬語得点をして、本大会出場に貢献し、1990年に、イタリアで開催された、本大会にも参加。グループリーグ初戦のウルグアイ戦に出場したが、以後は、出場機会がなかった。2007年、ガラクティコペガーソ監督に就任して指導者としての一歩を、踏み出した。ありがとうございます。